金守る玄は大韓民国出身のサッカー選手。J リーグセレッソ、大阪所属、韓国代表。ポジションはゴールキーパー。幼少時よりスポーツ好きで、様々なスポーツを経験していたが、小学5年時に背が高く目立っていたという理由で指導者に誘われて、本格的にサッカーを始めた。任されたポジションは GK であり、現在に至るまで一貫してこのポジションでプレーし、 ドリブルの練習やボールを蹴る練習も続け、足元の技術やフィードに優れている印象との評価を受けるようになった。マンス中学校、東国大学校次第高等学校を経て2006年に、東国大学校に入学して、サッカー部に入部した。在学中に、U、U-20 韓国代表に選出されて、AFC、U-19 選手権2006及び2007。 フィファユーマイナス20ワールドカップに出場したほか、北京オリンピックの韓国代表候補にも選出されたが、大会前に怪我をした影響もあり、五輪代表には選出されなかった。セレッソ、大阪練習生としての期間を経て、2008年12月29日、セレッソ大阪への入団が発表された。入団のきっかけは代理人の紹介によるものであった。加入初年度より、 政治意として試合に出るようになり、不勝利脱時を除き試合出場を続ける。2009年3月8日の J2 開幕戦となったサガントス戦で初出場。2014年、セレッソの J2 降格が決まった時は状況が悪いからといって逃げるのは男としてするべきないと思った。サッカーは私の人生で最も幸せなことだが、 この程度のことで逃げたくはなかったと話しチームに残留。2016年オフにも、鹿島アントラーズや FC ソウルからオファーが届くも残留した。2017年は、ルヴァンカップの優勝や J リーグ3位で ACL の出場権獲得。天皇杯決勝では延長後半に、横浜 FM のウーゴビエーラの決定的ヘディングシュートを防ぎ、 天皇杯の43年ぶり優勝に貢献した。2019年リーグ戦では、全試合に出場し、セーブ率79%、ペナルティエリア外からのセーブ率94.9%は、どちらもリーグ1位で、102セービング、クリーンシート15回を記録した。セーブ率、防御率、寒風数で1位になり、リーグ最小失点に大きく寄与した。またこの年で、 セレッソ大阪でのリーグ戦出場数を J1、J2 通算364試合とし、森島弘明の361試合を抜いて、クラブ史上最多になった。韓国代表には2011年から招集されており、AFC アジアカップ2011で出場機会がなかったものの、チームは3位に入ったため、兵役が免除されている。2012年5月30日、 スイスにて行われたスペイン代表との国際親善試合で先発フル出場で A 代表デビュー。AFC アジアカップ2015では韓国代表の政治系として活躍し、韓国の準優勝に貢献。自身も大会最優秀次位系にノミネートされた。2018年ロシアワールドカップの韓国代表のメンバーに招集された。 AFC アジアカップ2019を最後に代表を引退することを示唆していると報道されたが、代表を引退するとはまだ一度も話していないんです。後輩たちに譲っていきたいという気持ちがあるのは確かです。ただ、引退するまでは代表でプレーするという気持ちは持たないといけない。代表に招集され続ける実力を持つために、練習からベストを尽くさなければならないなどと答えている。 2021年3月、韓国代表に選出された。5月、韓国代表に選出された。その他の公式戦。ありがとうございます。